武帝は、北朝北州の第三代皇帝。聖は右分、意味名は、正義の実力者、右文康氏の四男。初代皇帝公民帝,帝右文里氏は、補佐役でいとこでもある献身、右文守るの戦を排除しようと図ったため廃位され、殺害された。その後を継いだ、諸長家の明帝右文幾も、また、明君の資質を恐れた右文守るによって暗殺され。 名帝の遺言によって右分が即位した。武帝の性格は冷静沈着で辛抱遠慮であり、即位当初は政治に積極的に参与することを避け、自分が採決する場合は他の者の意見を聞いてその言葉の通りにしていた。外交の基本方針は南朝の沈とは友好関係を結び、東の北西を攻撃するというものだった。そのために特決と同盟して、 北西を攻撃することもあった。また、儒教、仏教、道教に関する討論会を数字にわたって開き、儒者、僧侶、同士の指導者たちに行わせ、その優劣を競わせていた。天那七年、地方から首都長安に戻った、部分守を中殺し、申請を開始した。建徳三年、道教と仏教を共に廃止したが、仏教、道教の研究機関として、 通道館を設置し、120名の通道館学士を選任した。寺院の破壊と財産の没収、僧侶の原則を行って財産を没収し、税負を逃れる目的で創石に入るものを原則させて税を取ることで財政改善を狙った。建徳2年、陳の選定陳が名称クレメ鉄を使わして北西軍を打ち破り、授業など広北の旧軍を奪った。 真の攻撃で弱った北西に、これらの不憂な土地を奪還する能力が欠如していると判断した武帝は、建徳4年に北西への本格的な攻撃を開始し、建徳5年には、平洋と新用を奪い、翌建徳6年、首都の行を包囲するに至った。北西軍は戦意と同しく、後主高抜きや皇族たちは、逃亡を企てたが、間もなく、清州で捕まえた。こうして、 北西を滅ぼし、北儀の東西分裂以来四十数年ぶりに、下北が統一された。武帝は、北西の旧皇族である、皇一族や北西の進化たちに、寛大な処置で臨み、最後まで北西に忠実だった者は降流した。そのうち李徳林は、法律制度を整備するために徴用された。また、宗教政策では、旧北西領内においても、 仏道二教の廃棄を断行した。このように武帝は、申請後に、一方で主来を理想とし、その一方で先兵への復古も標榜する、北州庁の政策に則っ,って、仏道二教を廃止したが、その後の武帝に対する二教の評価は、正反対の方向に向かう。大打撃を被った仏教教団では、下に示す仏教説話に見られるように、その廃仏により、 仏鉢を受けたとする説話がルフされるようになった。その一方で、元来の教団規模が仏教に比して小規模であり、また、出家修道を基本とする仏像とは異なる同志で構成される道教教団では正反対の話説が行われることとなる。つまり、武帝は道教の外語者であり、上記の通道官においても道教の教典研究を行い、 同郷転石を編纂していた、とする説である。そして、その転石は、後世に伝わり、銅像中に収録されている。無常費用という同郷類書が、それである。信正元年、法上で、鎮軍を破って、呉名鉄を捕らえた。武帝は、五名鉄を、海徳港に封じるなどを工遇した。同年、特決に申請を企てたが、出発後に持病し、間もなく崩御した。 去年36、意外は、長安の郊外に葬られた。墓は1990年代に盗掘されたが、その際に政府当局によって金印など、盗品の一部が回収された。その後、墓は緊急発掘された。紛糾はなく、方形に近い母室から南に、墓道が伸びる形状であった。墓道の脇に、 多数の副葬品を収めた四つの部屋が設けられており、副葬品の水準は北西の皇帝より質素なものであった。武帝の崩御後に数種の説話伝承が流布していたことが知られている。いずれも廃物皇帝の因果応報としての末路を示す宗教性の強い伝説である。明解説話や応報説話の形をとり、まだ寿命のある人が誤って炎魔王のもとに送られ、 審判の結果、その誤りが判明して蘇生し、見分した様を語ったという構成をとっている。現世においては廃物を断行した皇帝であっても、地獄においては一亡者に過ぎず、その責めくが審産を極めていること、武帝は自らの誤字を深く後悔しており、生前の誤った廃物政策を撤廃し、現皇帝である隋の文帝に、おさむ駆逐事業を推進することを進める内容である。 同時に、往々にして説かれる、武帝の話説によれば、彼を先導した、エ元笠は、閻魔王の管轄外にあって、武帝の受けているような地獄での仏鉢を受けていない。三害を、くまなく捜索しても、その姿を発見し得ないのである、と説かれる。よって、そのような元笠を、閻魔王朝に連行することも、やはり苦毒になる、ということが説かれている。また、文帝が、 忍樹者離島の増流に見られるような苦毒を詰めば、その福田の余計が武帝にも及び、その攻めくが軽減されるのだ、ということも述べられる。武帝の男系子孫のうち、男系男子は北州が滅亡し、隋が建国される過程で、隋の初代皇帝、楊剣により根絶やしにされて断絶した。男系女子で、楊剣の外孫でもある、うぶんがのみが生き残ったが、彼女は百十五年に、 呂大によって、玉物氏に追い込まれたため、この系統も途絶えている。一方、女系では、上記のように公主の一人である、清と公主の血筋が存続している。清と公主の夜叉後にあたる縁氏キは、リモト吉の孫娘と結婚。清と公主の孫娘、縁縁は、リモト吉の同母兄、リセ民と、長村皇后の息子、リアス氏と結婚して西を設け、清と公主の来孫、縁氏は、 幻想の第24子、李との間に、息子がいる。つまり、女系ではあるが、武帝の子孫は少なくとも、コ孫もしくはなお孫の代まで存在したことになる。李聖民、李元吉兄弟の母方の祖母は、武帝の姉妹常用公主であり、兄弟は、武帝の大老いとなる。また、延々のおっ安氏の母、朝尊皇后は、武帝の宿敵である北西の冒険皇族の血筋で、 リアス氏の二人の息子、リモト吉の孫娘、ハイ氏、武帝のコンマエン氏と結婚した、元宗の第二十四子、リは、北西の歴代皇帝と遠い血縁関係にある。このように、北州、北西、等の皇族は二重、三重に、隕石、縁石、血縁関係で結びついているにあたるため、随皇族とも遠縁である。以上のように、武帝の血筋は、 隋の時代を生き抜き、唐の時代まで存続したため、北州の五人の皇帝の中で唯一、血筋を後世に伝えたことになる。ありがとうございます。